角川ドアンゴドアンゴキテラス株式会社キテラスはかつて存在した日本の IT 関連企業である。ドアンゴがニコニコ事業のコンシューマーエレクトロニクス分野におけるサービス企画開発業務のさらなる強化を目的としてニコニコ事業本部のコンシューマーエレクトロニクス事業部を分社化する形で株式会社キテラスを設立。代表は コンシューマーエレクトロニクス事業部長であり、実質開発葬式の名で、ニコニコ動画の立ち上げに携わった、鈴木慎之介が就任した。社名の由来は、日本語の、キをテらうをもじったものであるという。また、頭文字の、Q は、PC などの電源マークをモチーフにしているほか、高い品質にこだわりたいという思いからクオリティという意味も込められているという。 2014年6月26日、親会社ドワンゴ取締役会にて、角川との経営統合をした後のグループ運営を見据えて、意思決定のスピード化と経営資源の最適化を目的に、2014年10月1日を有効日として、ドワンゴを存続会社とし、ドワンゴコンテンツドワンゴモバイルキテラスを吸収合併することが決議された。これに伴い、 キテラスは設立後、約2年半をもって解散されることとなった。ありがとうございます。